なんで今を見てくれてないの？どの方もあの怪我がなかったらっていう言葉が出るじゃないですか、はい、あれがあの言葉が一番辛いです。なんでです？正直そうやって言われると心が傷つくんですよ。なんで今を見てくれてないのみたいな感じに思えちゃうから。人生ってあの怪我がなくても多分今自分の立ち位置変わってないんじゃないかなって自分の中で思ってるタイプなんで、どの状況もどの時代もやっぱ楽しんでずっと生きてるんで。